パブリック、イメージリミテッドは、ジョン・ライドンが1978年に結成した、イギリスのロックバンドである。略称は P.I.L.1978 年、セックスピストルズを脱退したジョン・ライドンが、レゲエの本場ジャマイカで3週間の休暇を過ごした後、レゲエ好きの友人ジ,ジャー・ウォブルと、ザクラッシュの元ギタリストのキース・レビンに声をかけ、バンドを結成。 ドラマーのジム・ウォーカーはオーディションによって雇われた。1978年12月、ファーストアルバム、パブリック・イメージをバージンから発表。1979年11月、セカンドアルバム、メタルボックスを発表。すでにドラマーのジム・ウォーカーは制作開始時には在籍しておらず、ドラムは、デイビッド・ハンフリー、リチャード・デュダンスキー、ジャー・オブル、キース・レビン。 マーティン・アトキンスによって演奏された。このアルバムはヒットチャートの上位にランクインし、音楽的なユニークさからも彼らの代表作とされている。発表直後、ボブルが意見の相違のためバンドを脱退。彼の最初のソロアルバムはメタルボックスの音源を無断流用したものだった。またマーティン・アトキンスも一旦解雇となる。1981年4月、メンバーは マーティン・アトキンスを呼び戻し、新しいベーシストを迎えることなく、フラワーズ・オブ・ロマンスを発表。長いブランクを挟み、ジョン・ライドンとキース・レビンは、コマーシャルゾーンを録音。しかし、リリース直前に、意見の相違により、キース・レビンが脱退。キース・レビンは、自主制作版として、この録音を発表。P.I.L. は、その別バージョンといえる、ジスイズ・ホアという音頭を発表。 その後、P.I.L. は、ライドン中心の流動的なプロジェクトとなり、アルバムを発表。ハッピー以降はパーマネントなバンド編成となり、ザット・ホア・トイズ・ノットを最後に活動を休止。2009年12月のイギリスミニツアーで活動を再開した。2012年5月に、ディス・イズ・ピルを発表。20年間リリースがなかったことについて、自分の意思でそうしたわけではない。 レコード会社との契約が邪魔して取り掛かれなかった。待って、タイミングを計るしかなかったんだと発言している。ABCD、デミング、マーク、パブリックイメージリミテッド、バイオグラフィーヒストリー、オールミュージック。2021年6月3日閲覧。レイノルズ、サイモン、クラウトロック。メロディーメーカー、http、レイノルズレトロ、ブラウグスポット .com。 2013-03クラートロックメロディーメーカージュライ -1996 倍 HTML 2021年6月3日閲覧マッコーミックニールジョン・ライデンロビン・ウィリアムズワズ・マイ・キンド・レッド・スピリットザ・テレグラフイシュン -0307-1235 HTTPS WWW、テレグラフ CO UK ミュージックアーティスト、 ジョン・ライデン・インタビュー・ロビン・ウィリアムズ・インフルエンス・2021年6月3日閲覧。ストークス・ポール・ジョン・ライデン・リバイブ・スピル・フォー・ウィンター・ショーズ・チケット・ディテールズ・ NME ・2021年6月3日閲覧。セマー・アンナ・ポップ・カルチャー・ポリティクス・アンド・ソーシャル・トランジション・ユニバーシティ・オブ・カリフォルニア サンディエゴ p243,https コロンスラッシュスラッシュ books.google.com スラッシュブックス,ス,ス i d s l x <ッ>ル,ルクスプクライクハットパブリックイメージリミテッド t h e q i e t u s c o m 2 0 1 9年3月14日閲覧。バージンレコードのリチャード・ブランソン社長も同行していたという。渋谷陽一がこのアルバムを ラジオ番組で紹介した際、来日した時ジョン・ライドンに和太鼓のレコードをプレゼントした。彼はそれを興味深く聞いていたそうで、その影響が感じられると語っている。P.I.L. が20年ぶり新作をリリース。ジョン・ライドン、オーディション番組は音楽をバカにしてる。ニフティ・ミュージック2012年5月30日。タイトルは記録媒体によって異なる。LP はアルバム、 CD はコンパクトディスク等ありがとうございます。